第13章国会の水の下風は頬を切り裂かれそうに冷たくその冷たさのためにやっと意識が戻ってきた顔がのりをつけられたみたいにこわばり顔中がおもぼったく腫れ上がっている目を開こうとしたが右目はどうしても開かないやっと開いた左目には真っ暗で何も見えなかった それでもチャプチャプという波の音が耳に聞こえてくる目の隅にチラチラと明かりが見えだした首を回そうとすると冷え切った金属が首の周りにあって首が切れてしまいそうだ明かりは遠いイスタンブールの街の日とすぐ分かったチラチラするのはその日が水に映るのだやっと自分がどこにいるのか分かってきたイスタンブールの遥か沖合い国会の波の上だ 小さなボートに乗せられ体は何時間か前の通り椅子に鉄の輪で縛りつけられあの穴のいっぱい開いた機術用の鉄の箱に入れられて首だけ出している気がつきやがったな船尾からのっそり大きな影が立ち上がったアブドーラだそれじゃあそろそろ死んでいただこうか意識を取り戻してから死んでもらえという。 白爵の言いつけだアブドーラは近寄ってくるとグイと僕の鼻をねじ上げたさっきあんまり猛烈にぶん殴られたのであまり痛みを感じないでチクチクしただけだ投げ込む前にアブドーラは僕の横っ面をグローブみたいな手で一つ張り飛ばすと耳をつかんでちょっと考え込んだアラブ流に耳と鼻をそぎ取って 両目をえぐり出して、舌を切ってやろうか。ええ、どうだいよせよ、くだらない。寒そうな、弱々しい声が選手から帰ってくる。気がついたんなら、早く仕事を済ませて帰ろうや。寒くってしょうがないし、巡視船に見つかるとまずい。まあ、いいじゃねえかよ。アブドーラは、 嫁にもギラギラ光るナイフを抜いて僕の耳をつまんだ「時間はあるさ」その時ようやく僕は我が身に降りかかったことを思い出した「君たちの組織のことを全部喋って君自身も我々の仲間にならんかね」とあの地下の部屋でリンツ・アクは言った「無論断るつもりだろうそう顔に書いてある」 ここでリンツ博は,くは白く太ったケムクジェラの芋虫みたいな手で限りなく優雅にキャビアを盛り上げたクラッカーをつまむ。だがそいつはあまり現実的な考え方じゃないようだねヘル・タムラ。例えば君が拒絶すると私は君をアブドーラとバンボに渡すよ。アブドーラは君のために大事なカツラをなくしハゲ頭を傷つけられ 六階から投げ出されて死にかけた上、さっき、君のために、百の鞭をくらっている。彼は君に限りなく恨みを抱いている。バンボは君のために、男をダメにされ、生活の道を失った。二人ともご覧の通り凶暴な連中だ。すぐには殺さないように言いつけるが、ちょっとすごいことになる。ゲッシュタポ以来のお楽しみか、僕は言った。チェ。 ガソリンバーナーに爪はぎ替えなぜお得意の自白薬や科学的方法を使わないんだペンタトールもアミタールもメスカリンもあるだろう。色気違いにするナルコチック300はどうだいそういう薬を打っといて君たちの仲間のエスパーに僕の心を読ませたりマリアみたいに言うことを聞かせたりしたらいいだろうすでにやってみたよ伯爵はモノクロを光らせた さっき、君が電撃を受けて伸びている間に、あらゆることをやってみたさ。だがダメだった。君の心はマリアと違って、まるでライヒスバンクの大金庫みたいに硬い。お見事という他ないな、エルタムラ。おそらく聖徳の能力によほどの訓練を積んだんだろうが、君のサブコンシアスコントロールは、鋼鉄の鍵を持っていると見える。何よりも、 日本人の解析構造はヨーロッパ人と違うし自殺に対するインヒビションがないからねあのまま続ければ田村君は気を失ったままサイコキネシスで腹切りをしていたろうなざまあ見ろと僕は思った日本のエスパイたちは忍者の伝統を踏んで秘密を読み取られないために訓練法にヨガや禅を取り入れている肉体の克服と 潜在意識のコントロールのための独特なだがわびしく物悲しい訓練を積んできたのだだがそれが君の不幸のもとだなもし君がありきたりのエスパーだったら今時はもうすっかり楽になってあの世へ行っていたろうに生じ人並み優れた超能力を持っているおかげでこれからひどい目に遭わなきゃならんアブドーラ 体の節々が痛そうに、特に背中が痛そうに、猫背になったアラブ人が入ってきた。どうだね、ヘルタムラ。思い直す気はないかね君が喋らなくても、君たちの組織は大体つかめている。我々の組織はほとんど君たちに知られていない。勝負あったと思わんかね我々のやることの邪魔はできんよ。全面軍縮は失敗するだろうし、アメリカの大統領だって。 方針を変えることになるだろうな。ソ連首相は明日、オデッサでボディーガードに射殺されるだろう。僕は急いで自分の心を固く閉じた。腹の中でにやりと笑うのを敵に悟られまいとしたからだ。あのボールの気まぐれのおかげで敵はやっぱり今国会のオデッサにいるのが本物のソ連首相だと思い込んでいる。これだけでもだいぶ点を稼いだ。 東ドイツにいる正真正銘のソ連首相の方はアイアンが手を打ってくれているだろうもうい,いやと見えるリンツ博は上品にため息をついたではアブドーラに任せるとするか彼は君我々がこしらえてやった原爆ミサイルを持つ強国アラブ連合の子じゃない古い砂漠の子でね目には目を歯には歯をの 半村美法典に忠実な男さあそこでは今でも盗人は手首を切られ貫通女石をぶつけて殺すおまけに彼は元シタポの拷問専門家が仕込んだんだまあ自分で確かめてみることだなリンツ履は顎をしゃくると「まだ殺すな」と言いつけたそれからナイフを使ってはならん骨もなるだけおらんようにしろ それからの数時間、地下のもう一つ下の血だらけの石の部屋で、僕はアブドーラとバンボに可愛がられた。人間が人間を支配し始めたずっと遠い昔から、耐えることなく受け継がれてきた技術。古代のオリエントや中国やローマの帝王たち、中世の汚らしい宗教裁判官、あらゆる時代の秘密警察の連中、そしてついこの間のゲシタポや、 日本の特攻たちのやったのと変わらない拷問だ。裸に向いて無ちで打つ。天井から逆さにつり上げる。バーナーで内ももを焼く。火攻め。上後で水を口に無理に注ぎ込む。水攻め。僕は爪をつぶされ、腕を締め木で締め上げられ、肛門と鼻に電極を差し込まれた。叫ばなかったとは言わない。何度も失神しては、水をぶっかけられて気がついた。 サイコキネシスを使う記録は全く残っていなかったただ地球上の唯一の知的生物と呼ばれる人間がなぜ何千年もの間同胞に向かってこんなことをやり続けてきたのだろうとそればかり考え続けたついこの間の第二次大戦中は拷問は世界の日常となったし21世紀がやってこようというこの繁栄の時代になおアジアの遠辺で 東南アジアの泥沼のような戦場国で新興アフリカのどこかで中南米でそして今ここでこの人間を獣に変えようとする血みどろの試みが世界の裏側に潜む疫病のように生きながらえつつあるのだ僕はナチ占領下の抵抗者たちや労働者や革命党員や貧困にたまりかねてつい鉄砲を握った百姓や 自分たちの国で行われる自分たちのものでない戦争に巻き込まれよその国の憲兵に捕まった平凡な男たちのことをもって拷問に耐えたそして自分が拷問する側でなくされる側であることの幸福を感謝した一体なぜ人間は同じ人間を打ち叩き血を流させその叫びを聞きたがるのか野獣もまた共食いするが それは双方の上の上ためだ。最後の最も深い失神に落ち込んでいく時僕は再びちらとかいま見た全ての人間の諸々のおぞましい残酷な衝動ありとあらゆる諸悪の根源と思われるようなあの例えようもなく邪悪なものの恐ろしい視線を。 明かりが近づいてくる選手の声が叫んだ「早くやっちまえアブドーラ」アブドーラは舌打ちしてナイフをしまったそれから彼はでかい鍵を出して鉄の箱を縛った鎖の錠を外した「どっちにしたって死ぬんだ」彼は言ってまた僕の横っ面を殴った「五体満足で死ねるなんて」 運がいいと思えなんだったらおめえのそのサイコギネシスとやらでこの箱をぶっ壊してみろよえさっき俺がガッチリ溶接してやったんだからないくらエスパイでもこれは壊せまい当たり前さハリー・フーディーニじゃあるまいし選手の子男が近寄ってきて箱に手をかけた さあ早くやろうぜ水の中は冷てえだろうがななあにちょっとの辛抱さアブドーラが何かをガラガラやると僕を入れた箱が水面に向かって傾いた台の上に乗っててそれが傾斜するようになっているらしいすぐ目の前に国会の冷たく暗い水が広がっていた椅子に縛り付けられたまましかも穴だらけの鉄の箱に入れられて 僕はこののまま水の底へ沈むアイアン思わず僕はテレパシーを使って呼びかけたマリア PB に伝えてくれ何をしてるんだそっちを押せよアブドーラの尖った声が飛んだだが相棒の子男が妙な具合にのけぞって首を押さえてもがいているのを見ると目を見張ったどうした ロコお前ロコと呼ばれた男の首に蛇のように巻きついているのがモヤイズナのマニラロープだとわかるとアブドーラはぎょっとして立ちつくんだだが次の瞬間たった今箱から外された鎖がガチャッと空中に舞い上がるとうなりを立ててアブドーラの首にギリギリ巻きついた「え<っ>とかすかな声がアブドーラの口から漏れた。 奴の顔は嫁にもみるみる紫色に変わり、太い腕で持って必死にそれを外そうとしていた。閉めた。誰かサイコキネシスを使える味方が、この近所に。と思う間もなかった。アブドーラのやつは最後の力を振り絞って、ドンと箱に体当たりをくれた。ガラガラという音と激しい水音がすると、もう僕はボートからだいぶ離れた水面を半分かしぎながら、 漂っていた無数に開いた穴から身を切るような水が侵入してきて重たい鉄の箱はみるみる沈み始めやがて視界が真っ暗になった真っ暗な氷のような水の中をぐんぐん沈んでいきながら僕は自分のサイコキネシスのありったけをふるってこの鉄の棺桶けから脱出しようと試みた。 あのロコとかいう子男の言い草じゃないが全く水中金庫抜けの魔術師フーディーニの心境だっただがそこはとてつもなく深そうで頑丈で重い鉄の箱の沈むスピードは思ったよりも速かった僕はありったけのサイコキネシスを振るってまず右手首を締め付ける鉄の輪を外した強靭なスプリングスチールで特殊鋼のボルトで止めてありねじ切るのに恐ろしく精神的エネルギーを消耗した やっと右手首が外れ、続いて左手首が自由になったが、それでもまだ両腕の上白部、首、胴、太もも、すね、両足首を鉄の輪が締め付けている。その上、厚さ2センチもある高慢眼鋼鉄製の箱ががっちりと僕を閉じ込めている。こいつはおいそれとぶっ壊せそうにない。もうあたりは漆のような闇で、水圧と水の冷たさが僕の体を締め付けた。 肺の空気をガバッと吐き出すと僕は最後のサイコキネシスを振り絞って水面に渦巻きを巻き起こそうとした渦の上後型の先を口元まで引っ張り寄せて空気を吸おうとしたのだだがすでに深度が深すぎた鉄の箱をサイコキネシスでちょっとでも浮かしてみようとしたしかしもう意識が薄れ気力が突きかけたダメだと生まれて初めて僕は思った 胸がむちゃくちゃに苦しくなりガボガボと水を飲むと意識がスーッと遠のいたいつの間にか沈下が止まりしかもどういうわけか自分が水中を横に動いていることが意識の消える瞬間にかすかに感じられた激しい風音が鳴っていただが気がついてみると それは自分の肺が鳴っている音だった吸い込んでいるのは冥府の炎でも暗く重い国会の水でもなく爽やかな酸素だった意識が水面に浮かび上がるようにゆっくりゆっくり戻ってくる最初に考えたのは今夜は一体何回気を失ったり気がついたりするのだろうということだった気がついたどこかで ずっと遠い昔に聞いたような聞き覚えのある声がする。気がついたな。じっとしていろ。静かに火薬させんと超能力を失うこともある。僕はぎょっとした。誰かが耳元でしゃべっている言葉は懐かしいも通り日本語だった。僕は思わず目を開けた。薄根津色に塗られた低い天井が見えた。割と小さい部屋だ。 真上に手術灯消毒薬の匂いかすかな人工心肺のポンプの音そしてボス僕は意外さのあまり思わず叫んだだが声は喉で引っかかり喉が火を吹くかと思うほど咳き込んだ喋らなくていい喉が裂けちまうぞ体中がガタガタだひどい目にあったなとボス 東京にいるはずのエスパイ日本支部長の宮崎は言った僕はやっと咳が収まって目をつぶった途端にめったにないことだが涙があふれて頬の間を伝わるのがわかった危ないところだったなボスはほっとしたような調子でテレパシーで語りかけてきたどうしてここへここはどこですそちらから尋ねるな 今説明してやるドアが開いて白衣をつけたまだ若い白人が入ってきた具合はどうですか田村彼は微弱ながらテレパシーが使えたしかしエスパイの仲間ではなかったソ連のボルゴグラードの超科学研究員ウラジミール・ゴドノフ博士ありがとう僕はやっと行っただいぶいいです お前が立ったすぐあと俺は PB の命令で西回りでボルゴグラードへ行ったボスはゴドノフ博士には到底聞き取れないようなスピードで通信を送ってきたソ連のコムアカデミーにエスパイの仲間が一人いるし俺は国際超心理学会ではいい顔だしなボルゴグラードに着いた途端に PB からクリミア付近からトルコのアンから イスタンブールを見張ってお前をカバーしろという指示だアカデミーの仲間はえらい力を持っていてすぐ手配をしてくれた1959年にアメリカ海軍がノーチラス号を使ってやったテレパシーの実験を覚えているかすると僕は思わず部屋の外のパイプの群れを投資したああここはソ連黒海艦隊所属の 原子力潜水艦「モルダビア号」の中だボスはにやりと笑ったと言ってもこの潜水艦はソ連海軍の海洋研究班所属の海底調査用だから武装は持っていないだが表向きはあくまで海底の潜水艦からポルゴグラードへのテレパシー実験だからなゴドノフ博士は大丈夫コム・アカデミーの仲間がつけてくれた 心だボス、僕は深くにもまた涙を流した。じゃあ、水底からずっと僕を見張っていてくれたんですね。ボートがゴールデンホーン出てからずっとな。宮崎はうなずいた。大変な野郎どもだな。ボートに乗っていたあの二人はとうとう助けなかったが、別にかわいそうとも思わん。マリアは 僕は咳き込んで聞いたアイアンが助け出したとリンツくって男から聞きましたが無事ですかボズの心が急に暗くなるのが分かった無事といえば無事だ宮崎は苦しげに言っただが心理的にひどく傷ついている今どこにいますアイアンのところにだが 会ってる暇はないだろう。朝一番のルフトハンザでウィーンへ飛ぶ君たちはウィーンで落ち合うことになる朝一番で僕はたまりかねて口に出して叫んだそんな無茶な彼女がどんなひどい目に遭ったか知らないんですか分かってる落ち着け宮崎は鎮痛な調子で僕を遮った分かっていながら やってもららわななきゃならん君もログに体の回復もしないうちにすぐ任務にかかってもらわなきゃならんだろう我々エスパイの人数は少なすぎるんだなぜこのことを世界に公表しないんですなぜ世界中の全面軍縮を熱望している人たちに訴えないんですそうすれば僕らの力は何千倍にも増えかえって奴つらを追い込むことができるでしょうに そうもいかん、田村。ソ連の保安官には出所不明の形で通知してあるが、これは下手に世間に知れては、かえって混乱を招く。敵はひょっとしたら、俺たち以上に強力な超能力者だ。そして奴らや俺たちに比べて、一般の人たちの心は、あまりに弱く、あまりに動じやすい。俺たちは、お物処理人夫だよ、田村。汚らしいものは、 人目につかない夜の間に片付けねばならんそれにしたって僕が言いかけた時部屋の外で何か慌ただしい足音が起こった隅に立っていたゴドノフ博士がちょっとドアを開けた誰かが早口でしゃべっていた今通信が入りましたゴドノフ博士は青ざめた顔で振り返っていったたった今オデッサで キロフ最高会議議長がボディーガードに撃たれたそうですもう一人撃たれた人物がいるそうですがどちらも一命は取り留めたそうです二人とも防弾チョッキを着ていたそうでよし宮崎はうなずいたお前が引っかき回してくれたおかげで敵は一発目をファウルした敵の組織のヨーロッパ本部がどこにあるかも分かった気の毒だが回復次第 すぐアエロフロートでウィンに飛ぶんだ俺はベルリンへ行く僕は目をつぶったウィン麻薬で自由を奪われあの醜い大男に汚らしいいくつもの視線の前で獣のように侵され恥ずかしめられたマリアとそこで会う僕は彼女と顔を合わせた時のことを思って腹渡が断ち切られそうだっただがその時突然何の関係もない言葉が 頭に浮かんできたヨハネスブルグヨハネスブルグ南アフリカ連邦の町だしかしそれがどうしたのだろう第14章「ウィーンの雪の日に」に闇の中に雪が降っていた冬の名残のボタン雪が 音もなく暗い空からウィーンの街の敷石に降り注ぐ。だが、みぞれに近い、水気の多い柔らかな切片は敷石を濡らしはするが、積もりはしない。ただ古風な街灯や看板の肩に白く止まるだけだった。水力4トンのイスパノスイザ・ガスターボエンジンをつけた大型エアカーは、雪の降り注ぐ街角の暗がりに、明かりを全部消して、獣のように潜んでいた。 がっしりした茶色の手でハンドルを握り、セレクターノッチをホイーリングのところに入れたまま、ブレーキに軽く足を乗せているのは、アイアンアローフィールドだった。干渉式サイレンサーをつけた完全封入型エンジンは素晴らしく、3000回転で停車しているのに、かすかなため息ほどの音しか立てない。僕は後部座席に座って、自分の腕時計をじっと投資していた。体の節々はまだ痛み。 体力はは完全には回復していなかった。それにイスタンブールのアーメットの店で猛烈な電撃拷問を食らって以来自分の超能力がなんとなく変調をきたしているのが分かっていただがそれがどういう変調だかまだよくわからない僕の横のシートにはごく小さないかにも軽そうな毛布の包みがあった毛布の下からはミイラの足そっくりの2本のむき出しの足がニュッと出ていた 死体じゃない死体がサンダルを履いて足の指をもぞもぞ動かしたりはしないサラバット先生アイアンは聞き取れないほどの声でささやいたまだでしょうかまだちょっとあと6分40秒余り毛布の中からしわがれただが流暢なオックスフォードなまりの英語が聞こえた4分たてば大物が1人ここへ着く 60秒後には地下の会議室に入る静かにできんかな BB にはずっと連絡を取っておる私にはどうしてもわからないんですがね先生アイアンは張り詰めたささやき声でため息をつくようにつぶやいた向こうにも何人かのエスパーがいるはずだだのにどうして向こうはこちらの意識をテレパシーで読み取ったり攻撃配置を投資したりできないんです 今日の会合には、投資能力を持つ者は、出てこない。毛布の中からサラバット氏は、もそもそと言った。それに敵は、テレポーテーションでは軍を抜いておるが、プレコグニションを持った者は、ほとんどおらん。だから、今夜の襲撃は予知できんわけだ。それにしても、今度は僕が聞いた。僕は、敵の投資能力を持った奴に、 おそれなら国会の底で潜水艦に助けられた時おそらくこちらの計画を盗まれたでしょう大丈夫電撃を受けた時お前のサイキックウェーブの基礎振動数が変わってしまったそれに気がつかなかったかね僕は思わずあっと思ったなるほど電撃で 超能力に何かおかおしなこここととが起こったた。は感じていたしかし全ての超能力の基礎になる意識波の振動が変わったとは気が付かなかったオデッサからプラハ経由という迂回路を通ってウィーンに来るまで僕がテレパシーを使って仲間と暗号連絡を取ったのは一度だけそれも短い会話をアイアンとしただけだったその時アイアンがひどく戸惑ったような通信しにくそうな調子だとは思ったがその時は全然気が付かなかった 振動数が変わったとなると何もかも変わってくるはずですね僕は気弱く言った一度 PB のところで詳しく調べてもらわなきゃなりませんな急にはわからんそれより田村お前に一度ゆっくり話したいことがあるお前の未来が少し変わったような来ました筋向かいの建物の向こうを投資していたアイアンが 静かな声で言った建物に入っていきますんじゃよろしくやってくれサラバット氏は針金みたいな足をシートに上げるとひょいとけっかしたわしはもう少し世界の命運を読むことにする建物の向こう側を投資すると見張りが一人残っているだけで重いドアには内側から鍵がかけられたアイアンは静かにエアカーを発進させた エンジンの音がわずかに高まると車は真っ黒な夜の魔物のように音もなく建物の反対側の裏口の方へ向かって滑り出したサラバット氏は軽い寝息を立てていたサラバット氏かつてガンジーとも交際があったというインドのヒンズー教の僧侶だ十数年前に死んだネールと同じカシミール地方のブラーマン階級の出身だがオックスフォードに留学して 卒業後すぐヒマラヤにこもりヒンズーラマジャイナ教などの研究と修行を重ねヨーガの奥義を極めたと言われる人だもう百何歳かになるが世間ではほとんど知られていない実はエスパイの大古文学として PB に古代宗教の秘密を教えエスパイ組織の構想を与えたのはこのサラバット氏だったのだ千里眼有ン、予言念力現代にも残る インド古代宗教の秘術こそ言ってみれば超能力の元祖みたいなものだ1950年代まで30にこもって俗世間と交渉を断っていたが中印国境紛争で追い出された格好でいつの間にかサンフランシスコに渡りチャイナタウンでブラブラしていたが3年前からこのヨーロッパのエスパイ組織に悲遇しているエスパイのヨーロッパ総局はほとんどこのミイラみたいな老人の示唆によって動いていた サラバット氏の超能力はどのぐらいあるかちょっと桁が知れないが我々に力を貸してくれるのはそのほんの一部プレコグニション予知の能力だけだった老人自身は世界の大曲を読むことに夢中になっていてこまごましたことは大嫌いらしかった今度の襲撃にわざわざ自分が出張してくるというのはよほどのことだったそれに何かタブーがあると見えて予知したことの中で肝心なこと 例えばこの襲撃が失敗するかどうかとかソ連首相暗殺計画が阻止できるかどうかなどということは決して喋ってはくれなかった行くぞアイアンが低く行って再婚装置のスイッチを入れドアを開けた我々が降りるとハンドルを握るもののない車は後部席にうずくまる老人を乗せたまままたスルスルと建物を離れゆっくり街角を曲がって駐車した サイコン装置。サイキックコントロールの略だ。こちらのサイコキネシスを感じ取って自動操縦装置に伝える、いわば医師によって機械を動かすリモコン装置だ。これなら投資力を使いながらサイコキネシスでレバーやハンドルを動かすという甚だしく精神的エネルギーを消耗する操作をやらなくていいし、遠方からの微弱な意識波も敏感にキャッチし、電気信号に変えてこちらの意のままに機械を操る。 装置自体は偶然の発見でまだいくつもできていないエアカーが止まるのを見て僕はアイアンと目を見交わした突然頭の片隅に同じウィーンの町のどこかで中継連絡の役目をしているマリアの姿がちらと見えたマリアとはあのイスタンブールの秘密省以来まだ一度も通信していない無論顔も合わせていない彼女は意識して僕との交信を避けているのかとさえ思われた だが、そんなことを考えている暇はなかったアイアンはサイコキネシスで裏口の錠を外したバイエル・ウンとカイザー商会の建物は外見は古い造りだが中はすごく近代的だった入った途端に透視視野がパッと明るくなって建物の内部が濃淡のある透き通しのように見渡せた古いレンガや石材というものはこれでなかなか投資しにくいものだ 建物の内部は近代的なからくり尽くしと言ってよかった。長い入り組んだ廊下の至る所に落とし穴、電撃マットレス、隠しマイクや隠しテレビカメラが仕掛けてあった。天井にはボタン一つで落下する鋼鉄製のシャッターが廊下の曲がり角ごとに潜み、壁の通風口の後ろには長いパイプが2本走り、通風口ごとに電磁切り替えペンが2つ付いていた。パイプの中身はチクロンガスだった。 殺人工場と呼ばれたナチの強制収容所アウシュビィッツのガス室で何十万というユダヤ人を男女も老人も子供もみんなすっぱだかのまま押し込んでいっぺんに何百人も殺した生産系毒ガスだ効力はちょっと弱めてありもう一本のパイプに中和剤が入っている廊下を逃げようとする者の,の前後に鉄のシャッターが落ちかかり閉じ込められた犠牲者に通風口からガスが音もなく降り注ぐ 曲がり角の正面の壁の後ろには、これもボタン一つで操作できる機銃がずらりと並んでいた。こんな紹介で一体何を商売するんだろう。その謎は隠し部屋や地下1階の下に隠されている地下2階を投資しているうちにすぐ分かった。TNT を仕掛けた地下倉庫には、生あいへんの包みが山と積まれ、小型で効率のいい自動式のヘロイン生成装置があった。 隣の部屋のまだポリエチレンカバーをかぶったままの大きい新しい装置はヘロイン自動合成装置だ生アへんだけで200キロはありそうなのにこんなにヘロインを作ってどうする気だと鳥肌が立つ思いだった地下のある部屋には精巧な多色刷り印刷機があった電子製版装置の横の見本を覗くとポンドマルクフランドル ありとあらゆる部屋には金塊宝石類ある部屋には梱包された武器ある部屋には閉じ込められた人間ある部屋には最新式の拷問道具類そして特殊な方法で作られた地下道は映画「第三の男」で一躍有名になったウィーンの地下の下水道へ通じているというご丁寧さだ僕は急いで電源室を探した 電源は3つあった。外線2本それに外部供給が立たれると同時に自動的にスタートする自家発電装置3階から上と下では別々の電源で別々の配電室を持っている僕は奴らの集まっている階を探した地下1階の豪華な部屋の中に10人の男が集まっていたそのうちの3人が突然ハッと顔を上げた 自動警報装置は忍び込む前にアイアンがジョーと一緒に壊してあったがその三人は明らかにテレパシーの能力のある男たちだった誰か忍び込んだぞ赤毛の男がテレパシーで話しているのが聞こえた警報装置は故障かわからん二人だフラグチモノクルの男が立って部屋の隅へ行ったテレビ受像機とスイッチのずらりと並んだ コントロールパネルがある。しかし、モノクルのハゲ。こいつも、あのイスタンブールのアーメットの地下でショーを見ていた男だ。が、スイッチに手を触れる前に、テーブルの紙座に座っていたリンツハクが、はっと気がついたように顔を上げ、テレパシーで呼びかけてきた。おやまた会ったね、ヘルタムラ。あいや、自家発電切り替えのマグネットスイッチを頼む。テレパスは3人だ。目標は奴らだ。 俺はあの男を狙うそう言うやいなや僕は地下にある支配電盤のメインスイッチを引きちぎった <noise> 屋内は一瞬真っ暗になったありとあらゆる自動殺人装置やからくり類がダメになったところで僕たちは暗黒の廊下を地下室の階段の方へ向かってすっ飛んだしまった後ろでアイアンが叫んだよしよ、上に注意 頭の上で雷の鳴るような響きが轟き渡った電流が切れた途端に電磁石で吊り下げられていた何十枚という鉄のシャッターが一斉に落ちてきたのだ一枚の鉄扉が肩すれすれに落ちてきたのをやっとすり抜けただが後に続くアイアンとの間はがっちり隔てられてしまったアイアン一旦引き返せ僕は暗黒の中で夢中で叫んだその時 信じられないようなことが起こった。廊下の間に閉じ込められた僕はいつの間にか、連中の集まっている部屋にいたのだ。暗がりで慌てている連中の間を縫って、僕はまっすぐにリンツ伯爵の方へ進んだ。テレパスの一人がハッとしたように、サイレンサー付きのピストルを抜き出して、一発撃った。サイコキネシスで跳ねのけたので、弾丸は仲間の一人に当たった。悲鳴、怒号。 向こうは同士打ちを始めようとしていたテレパシーの能力はあるが投資能力のないリンツ博は闇の中でメッシーが音を聞いて動くように顔を傾けながら冷静にそろそろと部屋の隅に進んでいた僕は敵の中の一人のテレパスの喉仏に手都を叩き込みもう一人の胃袋をサイコフィネシスでギュッと引き絞ってやった「よしおどこだ!」アイアンのテレパシーが呼びかけた 外にいろ。僕は伝えた。車を呼べ。親玉は建物を爆破しようとしておるぞ。サラバット老人が鋭い調子で伝えてきた。あいや、車を建物から離すんじゃ。闇雲にくみついてきた二人の男を壁に叩きつけ、三人目の男の顎を蹴上げると、僕はリンズ博に飛びかかった。一瞬、伯爵の触っていた壁がポカッと開き、 淡い緑色の光が差し込んだ隠し廊下の一つに飛び込んだリンツアクはまっすぐに正面の箱に向かって走った廊下全体は発光塗料が塗られてぼっと光っている壁の箱の蓋を開いたリンツアクは僕の気配を察して振り返った伯爵はすごい射撃の名手だった振り返るのと内ポケットから拳銃を抜くのとぶっ放すのとほとんど同時だった 微妙な偶然が首を横に反らさなかったら顔の真ん中に鉛玉を叩き込まれていただろう左耳たぶに焼けるような痛みが走った僕は3メートルをバッタのように飛んでリ臨痛悪に飛びかかった一瞬遅く伯爵の肘はひどく古ぼけた刃型閉壁にぶつかっていた外部電流は次元爆破装置につながっていたがこれはバッテリーで直接地下の TNT に点火する非常自爆スイッチだった 組みついのどと腹に力いっぱい拳をたたき込んだ時グワッと目の前に発光がひらめいた一瞬僕は最後だと思った同時に外の車のそばから建物の方を振り返るアイアンの驚愕に満ちた顔がパッと頭に浮かんだ爆風が組み合った僕とリンツ痛クをグワッと持ち上げ耳がキーンとなりバラバラとコンクリートが体に崩れ落ちた 信じられないことはもう一度起こった気がついた時僕とリンツァークは建物の外の歩道の上に倒れていた背後ですさまじい轟音と閃光が響き上がりバイエルーンとカイザー商会の窓という窓から白熱の光が吐き出されるのが見えた建物が一瞬膨れ上がるように見えたアイアンのたくましい手がグイと伸びると僕とリンツァークの体はエアカーの中へ引きずり込まれ 途端にエアカーは走り出したどうやってあそこから抜け出したウィーンの西方リンツ市へ向かう高速道路を時速180キロでぶっ飛ばしながらアイアンは信じられないように尋ねた俺にもわからん僕は呆然としてつぶやいたこんなことありえないことだ後で説明がつくじゃろう サラバットロはボソボソ言ったそれよりリンツ博の予備尋問やったらどうだリンツ博は頭から血を流し目をつぶっていたがもう意識を回復していた伯爵今度は立場が逆になったな僕は伯爵の肩を揺さぶりながら言った「早く君たちの組織のことを吐いちまいなよ僕らだって必要なことを聞き出す手段は全部持ってるんだぜ」 アアイアン突然マリアがどこからかアイアンに呼びかけたリンツへの道は危ういわ感動を恐れてアルプス側を迂回してザルツブルグへ出た方がいいわリンツはくって伯爵の称号は無論インチキだけどお客様は一応リンツに昔の縄張りを持っているのよ彼の子分にエスパーが一人いるはずだわマリア僕は思わず割り込んだ僕だよマリア 君はよしよ。あとでね。マリアは冷たく言った。私、別に悲しんでないのよ。苦しんでるかどうかもわからないわ。でも、もうじき会えるわよ。ザルツブルグか、ミュンヘンか、それともニュールンベルグでね。私たちパートナーで、まだ任務は解かれてないのよ。バイパスでアイアンがぐいとハンドルを切った。クローバーリーフ型のカーブをぎゅっと曲がって。 エアカーは本堂を恐れて南への道をたどり出した Y2 突然聞き覚えのある PB の声が頭の中で響いてブツッと切れたヨーロッパ総局司令 Y2 西ヨーロッパのどこかにあるエスパイヨーロッパ総局の局長バーナビーがテレパシーで呼びかける声が引き継いだパーリリオンチューリヒボンハンブルグプラハ Y2 ベルリンオーバーバこれだけの都市の支局員にベルリンへ集合するように呼びかけたのだ指令 Y2 第2弾の非常事態配置だ一体何が起こったのかオデッサの失敗で敵は計画を変えたんじゃサラバットローがつぶやいた替え玉であろうが何であろうがみんな殺すことにした無論 ベルリンの本物のソ連首相もリンツ白が突然ガクッと顎を開いた顎の骨が外れたのだ魏士に生産カリのカプセルか古い手じゃなサラバットローがヒッヒッと笑った大丈夫白爵死のうと思っても死なせやせんあんたの仲間が サイコギネシスで殺そうとしても守ってやるよ。